皆さんこんにちは。旅行系 YouTuber のマルコです。先日私は初めてベトナムのホーチミンに行ってきました。今回はベトナムホーチミン定番観光スポット14選ということで、いろいろな観光ガイドに載っている定番の観光スポットをご紹介させていただきたいと思います。こちらの場所はとても素敵な場所です。楽しかったですと言っておけば全てにおいて丸く収まるかとは思いますが、皆さんの参考になるように個人的な感想も赤裸々にお伝えさせていただきたいと思います。今回の動画ではまずはここに行かなきゃ始まらないベトナム最大級で食材や衣類、日用品などが所狭しと並ぶベンタイン市場、フレンチコロニアル様式の美しい建物は必見、サイゴン中央郵便局、圧倒的な存在感、レンガ造りの美しい教会、サイゴン大教会、昼も夜も絶対に行った方がいい、美しい景色とゆったりとした時の流れさえも感じることができるホーチミン人民委員会庁舎、そしてその周りにあるグエンフエ通り、ドンコイ通り、市民劇場、ぜひ行ってこの迫力は体感していただきたい。ホーチミン最大の女性も楽しめるナイトスポット、ブイビエン通り、ベトナム戦争の終結地、ベトナムのホワイトパレスとも呼ばれ、ホーチミンで最も美しい建造物としても評される統一街道、アメリカが初めて敗北、繰り返してはならないベトナム戦争について学ぶことができるベトナム戦争硝石博物館、360度に広がるホーチミンの街並みを一望、49階にある展望台からの絶景が見られるサイゴンスカイデッキ、写真映えするスポットとしても大人気、ピンク色の外壁で可愛さが際立つタンディン教会、壁や床に広がる可愛らしい内装は必見。こちらも大人気の写真映えスポット、スリタンディ・ユッタパニ寺院。旅の最後の夜はこれで決まり、たった90円で楽しめるコスパ最強ナイトクルーズ、ウォーターバス、このような構成でお届けしたいと思います。また他の動画でベトナム旅行に初めて久しぶりに出かける方に向けて、日本出国から現地到着までの流れ、空港からの移動や SIM カード、地図アプリ、タクシーアプリなどの旅行中の必須アイテムや、さまざまな役立つ情報をご紹介していたり、ホーチミン滞在時の大人気現地ツアー、メコン川クルーズツアーのご紹介もさせていただいております。そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは早速ご紹介に移りたいと思います。まずはベンタイン市場のご紹介からのスタートです。ベンタイン市場はベトナム最大級で食材や衣類、日用品などが所狭しと並ぶ市場になっています。大きな天井がある建物になりますので、雨が降っていても安心。中には2000軒を超える個人商店が並んでおり、その姿は圧巻。日本ではなかなか味わえない雰囲気を感じながら買い物を楽しむことができます。買い物に全く興味がない方でも、このエネルギッシュな雰囲気は味わっていただきたいです。私はこの活気あふれる雰囲気がとっても好きで、滞在中何度も何度も訪れました。ベンタイン市場の周りにもいろいろなお店がありますので、市場付近一帯をゆっくりと散策されてみてはいかがでしょうか。続いてご紹介させていただきますのは、サイゴン中央郵便局。こちらの建物はかつてフランス統治時代に建てられたパステルイエローの外観が印象的なコロニアル建築。東南アジアにいながらもヨーロッパの雰囲気を感じさせられる建物を見ることができます。確かにこの外観とてもおしゃれで異国感を感じることができます。
そして中に入っていくと、とても素敵な作りの内装を見ることができます。こちらの建物は名前の通り、実際に郵便局としても機能しており、手紙を送ることもできるようです。中にはお土産屋さんも数店舗だけありましたが、中身はそれだけ。おそらく今映像で映した部分だけしか観光することはできないかと思います。西洋建築に興味がある方は何時間いたって物足りないかもしれませんが、教養のない私には雰囲気に触れられるだけで十分。サクッと10分もかからずに観光をすることができました。続いてご紹介させていただきますのはサイゴン大教会。こちらは先ほどご紹介しましたサイゴン中央郵便局のすぐ目の前にありますので、セットで観光されるのがおすすめ。19世紀末に建設されて、約60メートルの高く突き出た屋根や内部の美しいステンドグラスが特徴的な歴史的な建物になります。建築資材はすべて当時のフランスから輸入されたもののようで、気分はまさしくヨーロッパといっても、私が伺った時は残念ながら改修工事中になりましたので、皆さんはぜひご自身の目で味わっていただき、私の無念を晴らしていただければと思います。続いてご紹介させていただきますのはホーチミン人民委員会庁舎。この場所は本当に素敵な場所でした。異国感あふれる景色、街並みに、その周りを走る無数のバイク、ベトナムホーチミンのすべてがここにぎゅっと詰まっているようにも感じます。またベトナム革命を指導した建国の父であるホーチミンの像もこちらにありますので、ベトナムの歴史を感じながら過ごされてみてはいかがでしょうか。そしてそこからまっすぐに伸びるグエンフエ通りは人々の憩いの場になっており、とてもゆったりとした素敵な時間が流れていました。そしてそのゆったりとした時間も夜の時間になると一転、きらびやかにライトアップされた建物は先ほどの場所とは思えないぐらい様変わりをしており、この景色は必見。思わずカメラを向けたくなるような夜景を楽しむことができるかと思います。また週末になると、この両脇にある車道までもが封鎖されて歩行者天国になります。通りでは様々なパフォーマンスをされている方がいたり、着ぐるみを着て何かを売りつけようとしてくる人がいたり、子供たちがスケボーや何かしらの乗り物に乗って楽しんでいたり、まるでお祭りに出かけたかのようなとても楽しい時間を過ごすことができました。そしてその周りには市民劇場ドンコイ通りなどもあります。ドンコイ通りに関しましては、ホーチミンにある繁華街の一つ、約1キロにわたる通り沿いには様々なお店があり、観光客には大人気とのことでしたが、私個人的にはあまり感動はありませんでした。ひょっとして場所を間違えちゃったんですかね。皆さんはドンコイ通りの魅力をぜひ見つけていただければと思います。そしてドンコイ通りのランドマークともいえる市民劇場、ショーなどのイベントが開催されている時であれば中に入り内部を見ることができるようです。続いてご紹介させていただきますのはブイビエン通り。ホーチミン最大の女性も楽しめるナイトスポットになります。この通りは日中は閑散としているようですが、夜の時間帯になるとご覧の通りの雰囲気、まっすぐ歩くなんて到底できないぐらいの人でにぎわっています。そしてその両脇にある飲食店からは大きい音で内臓が揺らされるほどの爆音が鳴り響いており、この迫力はぜひ味わっていただきたいです。また店先ではダンサーさんが見事なダンスを披露しています。
お店の中にはもっとたくさんのダンサーさんが踊っており、今の日本ではなかなか味わえないような雰囲気ではないでしょうか。こんなに豪華なお店で飲んだとしても、ビール1杯600円から700円、この雰囲気はぜひ皆さんにも味わっていただきたいです。続いてご紹介させていただきますのは統一街道。ベトナム戦争の終結地となっており、解放軍の戦車がフェンスを乗り越えて統一街道に突入したことによって、事実上ベトナム戦争は終結したとのこと。ホーチミンで最も美しい建築物としても評されており、建物の中は豪華絢爛な美しい内装も見れるようです。ご興味ある方はぜひ。続いてご紹介させていただきますのは、ベトナム戦争硝石博物館。こちらは名前の通り、ベトナム戦争について学ぶことができる博物館になっています。館内では写真やドキュメンタリー映像などでベトナム戦争のことを学んだり、屋内や屋外には実際に使われた戦車、銃器などが展示されていたりもします。展示されているものに関しましては、ベトナム語、英語で解説がありましたが、英語が苦手な私が全部読んでいたら1ヶ月滞在しても時間が足りないかもしれません。日本語の説明を聞くことができる音声ガイドをお借りしましたが、なかなか丁寧なご説明をしていただけますので、これも全て聞くと日が暮れてしまいそう。展示物の中には目も向けられないぐらいの写真もたくさん展示してあり、それだけでも戦争の悲惨さは十分伝わりますので、ご興味がある方はぜひ。続いてご紹介させていただきますのはサイゴンスカイデッキ。49階にある展望台からは360度に広がるホーチミンの街並みを一望することができる場所になっています。ちなみにお水1本36円で買えるベトナムで1450円の入場料、なかなかいいお値段を取られました。49階まではエレベーターで25秒ほどで行けるとのことで、このスピードも見どころの一つ。そして展望台ではホーチミンの街並みを一望することができます。ホーチミンって結構都会なんですね。思っていた以上に綺麗な夜景です。ただこの景色がベトナムでの1450円と考えると、毎日大都会東京に通勤している私にとってはちょっぴり物足りないような景色。ただせっかくの機会ですし、日本の物価で考えれば安い方だとは思いますので、ご興味がある方はぜひ。続いてご紹介させていただきますのはタンディン教会。最近は写真映えするスポットとしても大人気。ピンク色の外壁で可愛さが際立つ教会になっています。他の観光スポットと比べると、この教会はポツンと離れている場所にあります。ただ徒歩でも行くことはできますので、せっかくであればベトナムの街並みを味わいながら行くのがおすすめ。教会に到着すると、とても可愛らしい建物が見えてきました。建物のピンク色と空の青が見事にマッチしています。これには思わずシャッターを押してしまいますね。ちなみに教会の中に観光目的で入るのはちょっぴり難しそう。建物が近すぎてカメラに収まらない方は道路の反対側に行くといいかと思います。反対側に来るとまた違った見え方ができますね。しかし目の前を車やバイクがひっきりなしに通り、ちょうど信号もない場所になりますので、車やバイクを避けて写真を撮るのは至難の業。ただ車やバイクが入っている写真もこれはこれで味があっていいですね。いろんな意味で写真映えするタンディン教会、ぜひ皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。
続いてご紹介させていただきますのはスリタンディ・ユッタパニ寺院。こちらもホーチミンの写真映えするスポットとしても人気の場所になります。こちらはヒンドゥー教の寺院になっており、自由に中に入ることもできます。ただ本来はお祈りのために伺う場所になりますので、節度を持ってお邪魔にならないようにしなければいけませんね。中に入るとこちらも日本ではなかなか味わえない雰囲気の場所になりました。敷地自体はあまり広いとは言えない敷地になりますが、壁や床に広がる可愛らしい内装は必見。市内中心地からも近い距離にありますので、どこかの観光ついでに寄ってみるのがおすすめ。ぜひ皆さんも足を運ばれてみてはいかがでしょうか。最後にご紹介させていただきますのはウォーターバス。これは道路の渋滞緩和を目的として2017年から運行が開始された水上バスになりますが、片道約90円と破格のお値段でサイゴン川クルーズができると観光客には人気なようです。昼間の人気はどうでしょうか。お値段が安いということもあってか、夜の時間帯はかなり混雑しており、最初は2時間後に出発するチケットじゃないと用意ができないと言われました。私はどっちみち景色の撮影をしたかったので、座席はいらないんですけど乗れますかとダメ元で聞くと、ありがたいことにすぐ出発するウォーターバスに乗せてくれることに。船からの夜の眺めは本当に素敵な景色ばかりで、この遮るものが何もない広い空間からホーチミンの街並みを眺めるのはとてもいいですね。またゆったりとした時の流れも感じることができ、このホーチミンの夜景を見ながら、この旅で楽しかったこと、旅行中に感じることができた現地の方々の人の温かさなど、一つ一つを思い出しながら滞在最後の夜の時間を満喫することができました。今回はベトナムホーチミンの定番観光スポット14選ということで、さまざまな情報をお届けしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。